今回は視聴者さんからチンチラをどこでお迎えすればいいですかっていうご質問をいただいたのでお答えしたいと思います。まずはじめにお迎えする前の段階なんですけれども、まだチンチラを飼育したことがない方はこちら飼育書を読んでみてください。今僕の家にある本だけでもこれだけのチンチラの本があるんですけれども、今 SNS とかあとはブログとかインターネットでいろいろなチンチラの情報は仕入れることはできるんですけれども、その飼育の仕方は飼い主さんが自分のチンチラをもとにこうした方がいい、ああした方がいいっていう、なんていうんですかね、飼育の基本を飛び越えた応用みたいなところがあるんですよね。なのでまずはチンチラの飼育の基礎をこういった本で学んでいただければと思います。で今僕が手に取っているだけでも 1,2,3,4,5 冊の本があるんですけれども、この大きい本はこれはねちょっと飼育というよりは病気のお話であったりとか生態系とかお医者さんが見るような本だったりするので、これは読まなくても大丈夫です。あとね問題はこちらの残り4冊の本なんですけど、まずこれなんですけど、この本は海外の方リチャード・ゴリスさんが一番初めに飼育書として出した本なんですかね。今は絶版になっていて本屋さんとかでは売っていないです。まあ中古で売ってるぐらいですかね。ただちょっとね情報が古いところもあります。あとはこの日本人が書いた3冊の飼育書があるんですけれども、僕がお迎えした時はこれを読んでたんですけど、今飼育書の中で最新版は多分これだと思う。これね2020年に発行されてるんだよね。2020年4月ですね。コロナ前に発売した飼育書なんですけれども、これのいいところはこのね漫画でわかるところなんですよね。まあ中ちょっとだけお見せするとこんな感じで漫画形式になってるんですね。これはね非常にわかりやすくて、はじめチンチラがよくわからない初心者が読むのにはおすすめの本です。あとこちらの2冊との違いなんですけれども、情報ってどんどん新しくなるんですよ。でチンチラはまだわからないことがたくさんあるので、できれば最新のものを購入した方がよろしいかと思います。例えばこの2冊これ同じ鈴木理恵さんっていう方が書いている飼育書なんですけれども、こっちではチンチラの最適温度21度前後って言われているんですけれども、それが最新版では22度前後になってるんですね。まあ、こんな感じでちょっとしたところでも変化があるんですよね。ちなみにこの鈴木理恵さんって方は日本チンチラ協会の会長さんなんですけれども、去年の12月に僕がチラスマスの時に対談をさせていただいた方ですね。結構有名な方でテレビとかにも出ています。そういうチンチラにすごい詳しい方が書いている本なので、まあ初めて読むのにはこれが一番読みやすくていいのかなと思います。でこれを読んだ後にチンチラをお迎えして、でその子に合ったスタイル、あくまでもこれは基本中の基本の飼育方法なので、まあ、例えばプーちゃんで言うと最初お迎えした時は21度にしていたところをだんだんちょっとずつプーちゃんの体調に合わせて室温を上げていったんですね。で今プーちゃんはだいたい23度から24度ぐらいの室温で適温っていう形になってるんですけれども、まあ、個体によってねその微妙に環境の違いとかでも差が出てくるので、まずはこれで基礎を学んで、そこから例えば今話したみたいに室温をちょっとずつ上げてみるとか、まあ、そういう応用を聞かせていくといいと思います。いきなりね基礎をすっ飛ばして応用に行くと何が正しくて何が間違っているのかネットの情報とかの判断もすることができなくなってしまうので、必ずまずは本を読んでみてください。はい、で次が本題ですね。基礎を学んだら次はどこでお迎えすればいいかっていうお話になると思うんですけれども、僕がプーちゃんをお迎えした時っていうのはまだチンチラが世に広まっていなかったんですね。ほとんど知らない方ばかりで、ペットショップとかでもチンチラは全然いなかったんですよ。でブリーダーさんもかなり少なかったです。なので選べる場所があまりなかったんですよね。でも今はチンチラの知名度もどんどん上がってきていて、ペットショップでも取り扱っている店舗がたくさん増えたこととブリーダーさんも増えましたよね。なので選択肢がすごくたくさんあるんですよね。でそんな中で今の僕がもしチンチラをお迎えするんだったらどういう場所を選ぶのかっていうことなんですけれども、結論から先に話すと僕だったらそうですね、
まずブリーダーさんからお迎えすると思うんですけれども、そこでお迎えする子はなるべく体が丈夫な個体で掛け合わせた子をお迎えすると思うんですよね。でプラス僕と相性のいい子ですね、そういった子を僕は選ぶと思います。でなぜブリーダーさんからお迎えするかっていうお話をまずさせていただきます。例えば皆さんの身近にペットショップたくさんあると思うんですけれども、チンチラって結構取り扱ってるお店多いかと思います。ただここでペットショップで僕がもしお迎えするんだとしたら、判断するときにはそのペットショップで自家繁殖しているかどうかっていうことですね。自家繁殖をしているペットショップからであればお迎えする候補には入るかもしれないです。ただペットショップでも海外から輸入をしているペットショップの場合、海外から輸入すると、まあ、例えば船とかで来るんですけれども、一つの入れ物の中にたくさんのチンチラを入れて日本に来るんですね。どれか一匹でも個体が病気になっていたりすると、それがみんなに感染してしまったりする可能性があるので、お迎えするときに病気になっている個体が多いんですよね。実際プーちゃんもお迎えした直後なんですけれども、この目の周りの毛が抜けてしまったことがあるんですね。それもね、完治するのにだいたい3ヶ月ぐらいかかりました。あとは輸入してきた子っていうのは遺伝子レベルでどういう個体なのかっていうのがわからないんですよね。なので、まあ、例えばお迎えしてその後何年かすると、まあ、プーちゃんみたいに不正光合が出てきてしまったりとか、まあ、膀胱結石になってしまったりとか、まあ、この辺っていうのは結構ね遺伝子が関係していることも多いので、できればどこで生まれたのかっていう身元が分かっていて、両親はどんな子なのかっていうのまで分かっていると最高です。あともう一つ、価格帯なんですけれども、チンチラって生態価格がピンキリなんですよ。もう安い子から高い子まですごく幅広いんですね。チンチラにもいろいろな種類があって、普通のチンチラとアンゴラチンチラとかいるんですけれども、アンゴラチンチラになると多分ねマックス値だと多分80万とかそういう価格帯の子もいるんですよね。安い子だと普通のチンチラだと3万円ぐらいの子がいるんですけれども、僕の場合はそこの価格が安いからといって飛びつくことはしないです。どちらかって言ったら高くてもいいので、とにかく強い子を選びます。なぜこれだけ体の強い子を意識しているかっていうと、皆さんは僕の動画を見てくださっていればわかると思うんですけれども、プーちゃんはとにかく病気をしがちなんですね。まあ、今だったら不正光合で3ヶ月に1回病院へ連れて行っています。最初不正光合になった時は1ヶ月に1回病院に連れて行ってました。あとは膀胱結石で手術もしました、まあ、こんな感じで病院に行く機会がすごく増えるんですよね、まあ、極端な話なんですけれども、例えば整体代が10万円を超える、例えばまあ40万円とかしたとします。でもその子の体が強ければ、こういうふうに病院に連れていく頻度っていうのは圧倒的に減るんですよね。チンチラってすごく長生きする生き物なので、まあ、長い子だとそうですね20年を全然超えてくる生き物なんですよ、まあ、例えばその20年間ずっと病気をしていて、頻繁に病院に連れて行かなきゃいけないっていうリスクを考えた時に、体の強い子であればそこが全くないので、いくら最初お迎えする時に価格帯が高かったとしても絶対そっちの子を選んだ方が僕はいいと思います。特に初めてチンチラをお迎えする方、まだ経験がすごく浅いですよね。なのでチンチラに何かあった時の対処が遅れがちだと思います。チンチラは体がちょっとおかしいって思った後は急激な変化で重症になってしまったりすることがあるので、すぐにお医者さんに連れて行かないといけなかったりするんですね。あと先ほどお話しした通り、特にお迎えした時っていうのが一番病気になりやすいんですよね。なので信頼できるブリーダーさんで遺伝子レベルで体の強い子を選ぶっていうのが、初めてチンチラを飼う方にとってはとても重要なポイントだと僕は思います。はい。まあこんな感じでね、チンチラすごい可愛いですよね。まあ、こういう可愛い子と10年以上お付き合いすることになると思うので、なので最初にお迎えする子はしっかりと選んでいただければと思います。この動画が参考になったという方は高評価チャンネル登録ぜひお願いしますね。プーちゃん今日も元気だね。ね、
プーちゃんはねすごい病気する子なんですよ。僕の動画をずっと昔から見てくださっている方はわかると思うんですけど、病院にねかかりっきりだったんですよ。チンチラの飼育はかなり難易度が高いので、お迎えは慎重に考えていただければと思います。